はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ウォーリーです。バローです。マスです。林です。どうしよう、あだ名じゃない。今日はここ、インスピ男子シングルス中級ではなくて違うではなくて出場大会でもなくて今日はですね、インスピ対インスピズということで、はい、どっちが勝つかやろうじゃないかと。私と林さんで、はい、シングルスタジオです。そしてマッスーと太郎さんでシングルです。そして最後、ダブルスで決着と。これ途中でゼロ人になった場合ダブルスなしで召喚しない。ちょっとすいません、はい、最初シングルスリフも行ってダブルスなし寂しいので、うん、まずダブルスからいい。まずは戦っての、あーそうですか、感じで、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。どんな作戦でいきますか。どんな作戦ですかね。まあ、坂浦さんがとりあえずサーブの時にはバーンと行って浮いてきたやつを私がバーンと決める。わがままな作戦。デューサイドが林さんなんで、はい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 、ちょうどあのちょっとおへそのあたりのお肉狙っていこうかなと思ってます。ボディ狙って、はい、ボディ OK です。はい、はい、森さんが前でフレームにしっかりとガシャッと決めてくれる。OK です、はい。はい、今4-2です。4-2ですね。4-2です。翔ちゃんどうよ。いやなかなかやっぱり太郎さんがかなり積極的に動いてくる ね、結構ね、しっかりね。で、毛利さんがやっぱ後ろでしっかりと尻系なんで、うん、なかなかやっぱり向こうの形っていうのはその辺なのかな、うんうん、そうだね。しかも短期勝負だからね。短期勝負で動いてくるっていうことは、これでも後半だん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 競ってきた時にオチが生きてくるよね。そうですね、やっぱこっちがちょっとビビってきちゃう可能性はあるので。ただ序盤落ち着いてクロス基本に、あの、まあ、あとサーブセンター基本にしっかり、あとボディね、あの基本にやれてます、いい感じで、はい。なんかちょっとあとは途中で、ね、あのちゃんとポイント始まる前に話してストレートに打つところとかを途中で、うんうん、入れていけると、あのでも、ね、ストレート入れていこうと思ってるの で、よし、ちょっとストレート行こうか、意図的に、うん、もうでストレート打った後はちょっと次ケアしようね。そうですね、センターと前と。あ、見て。はい、ポンツー。
やりました。狙い通りです。狙い通り。あえて太郎さんが出るのか試してクロスでストレート打つ雰囲気でクロス。じゃあそれ。さすがいい動きです。ちょっとフェイントいいよ。フェイントですか。なんかちょっとこうね、動いて。あ、そうそう、ポーチするふりしてストレート待ってる。はい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 。ストレート来るかなと思ったら来なかったですね。あ、さすがっすね。はい。今、66になったんで、はい。来ましたよ、来ましたよ。おぉ66で、あと私サーブ1本なんで。林さんでしょ。ほんの、どっちに行きますか。林さん、フォアとか、どっちが得意なんですか。いやこっち。意外とね、バックもね、スライス向かってもするんですよね。だからね、それでバックに打たせたって、ポーチ出るのに関しては、ポーチバーッと見せたから、センター見せて、じゃあ、そんなに速くないサーブの方がいいかもしれないですね。よーし、打ってるってなって、出ないふりしといて、バッと出ますから、ね、おー、で、ストレート来ちゃったら諦めます。はい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 、OK です。Thank you.